関西鉄道92,480型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、南は鉄道が1895年と1901年に、それぞれ3両、2両の、計5両を、イギリスのダブス社から輸入したもので、車軸配置0から6から0、2気筒タンク式の飽和式小型タンク機関車であった。 これらは1895年生が1から3、1901年生が4、5と不満された。1904年に南和鉄道が関西鉄道に事業譲とされたため、同社の88系、千葉屋となった。1907年の関西鉄道の国有化によって国有鉄道席となり、1909年に制定された。 鉄道院の車両形式称号規定により、1480型に改められた。国有化後も主に、和歌山線で使用されたが、1919年7月に、前期揃って除籍され、八幡製鉄所に払い下げられた。八幡製鉄所では90の94となったが、使い勝手の良さもあって1921年に、同系機を日本車両製造に2両発注、増備している。 その後、303から307に改版され、1952年に303から3億530万1302となったが、この頃に大体新造され、全く別の機関車となった。名目上、301は1958年、302は1960年、303から305は1963年まで使用された。いずれも二代目である。 初代4、5は、車軸配置2から6から2のアメリカのブルックス製で、1898年に南海鉄道2乗とされ、その後1両が3400型となった。この経験から、日本車両製造では、同輪系や水槽容量の異なる、同系機を製造し、いくつかの私鉄に納入している。このうちの一部は、買収により、国有化されている。ありがとうございます。